皆さんこんにちは。今日は日本文化は聖書を土台にしているのかという題でご一緒に考えていきたいと思います。今日のお話は今までとは少し違った視点からキリスト教の歴史について見ていきたいと思います。日本人にとってキリスト教は西洋の宗教というイメージがあるのではないでしょうか。確かに異邦人伝道の第一人者の使徒パウロはトルコ、ギリシャ、ローマへと伝道をしました。また日本人なら誰でも知っているキリスト教を日本に最初に伝えたとされるフランシスコ・ザビエルはスペインの出身です。キリスト教はまずヨーロッパへ伝わり、そしてアメリカ大陸へと広まった西側の宗教だと皆さんは考えておられると思います。しかしそれは少し違うのであります。なぜかというと東回りに回ったキリスト教があったからです。皆さんは最初のキリスト教国家はどこで誕生したかをご存知でしょうか。それはアルメニアです。アルメニアはトルコの東側にある西アジアの国ですが、紀元301年にキリスト教を国教として定めました。またパレスチナ地方以外で最初に教会が組織されたのはトルコの東南部のアンティオキアでした。キリスト教徒たちの多くはここを拠点として東の方へ伝道を進めていったのです。どうして彼らが東へ行ったのかというと、それがイエス・キリストによって与えられた弟子たちの使命だったからです。イエスは福音を伝えるために12人の使徒を選ばれましたが、彼らを宣教に派遣するにあたってこう命令されました。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。異邦人というのは聖書の神とは違う神を信じている民のことです。またサマリア人とは紀元前722年に北王国イスラエルがアッシリア帝国によって征服された時、首都のサマリア地方に残されアッシリア人との混血によって生じたユダヤ人の子孫でした。失われた羊とは、一般的に当時パレスチナ地方にいる神様から離れているユダヤ人たちのことを意味していると考えられています。しかし、もう一つの捉え方として、失われた十部族という意味があります。イスラエルには最初、十二部族がいました。そのうち十部族のほとんどのユダヤ人たちは捕虜として、当時のアッシリア、現在のイラクに連れて行かれました。これがいわゆる失われたイスラエルの十部族です。また他にもユダヤ人の多くの者たちがバビロニア帝国との戦争に敗れ、捕虜として連れ去られています。つまり、捕虜として連れて行かれ、故郷に帰れないアジアに広く離散している失われた十部族のところへ行けとイエスは弟子たちに言われたのです。人たちはパウロのように西の方だけでなくユダヤ人が離散している東の方へ宣教しに行きました。イエスの人であるナタナエル、タダイはアッシリアやアルメニアの首都エデッサなどの東方地域の伝道に行ったのであります。またイエスの復活をはじめ疑っていた使徒トマスはミャンマーや中国まで伝道に行ったと言われています。確かなところではこのトマスは紀元52年に船でインド西海岸にあるユダヤ人が定着していたケーララ州コチンという場所に上陸し、東海岸のタミルナド州チェン内で
紀元72年に殉教するまで宣教活動をしていました。紀元前971年のソロモン王時代からユダヤ人はアラビアやインドと大きく交易していたと旧約聖書に記されています。またアッシリア帝国やバビロニア帝国に捕虜となったユダヤ人たちは中央アジアからさらに東へとシルクロードをたどり、その道すがらのオアシスに居住地を作っていきました。そこにだんだんユダヤ人コミュニティや街道が出来上がっていったのです。キリスト教を受け入れたユダヤ人たちは、これら同胞のいるユダヤ人街道を回ってきました。こうしてキリスト教は、キリスト教に改宗した西アジアのユダヤ人を通して、東の方へと広がっていったのです。旧約聖書のヨナ書には、アッシリアの首都ニネベの人々が聖書の神を信じるようになったと言われています。ですから、紀元前800年頃の東西アジアのキリスト教信徒の数は、同時代のヨーロッパのキリスト教徒よりも多かったのでした。最もキリスト教徒が多かった時期には、シルクロードの町々には東方キリスト教会が作られ、キリスト教の国々が生まれていきました。その中で、後に日本と深い関わりを持つキリスト教国である伊豆の国という国がありました。そこは現在でいう中国の西側のカザフスタンの国内であり、やがてそこから日本に多くのキリスト教徒が渡来することになります。では、中国全土に広まった景況について考えていきたいと思います。私たちはまず、このキリスト教が中国に広まっていったことが歴史的事実であることを知る必要があります。紀元635年、アッシリアの東方教会の宣教団が、漢文に訳した聖書を唐の皇帝に献納しました。皇帝は聖書を読んで感動し、その教えを信じて、このキリスト教を帝国の民に広めたのであります。3年後の628年には、景教と呼ばれたこのキリスト教は、唐において公認され、教会ができ、その後の皇帝の時代にも、各地に教会堂が建てられていきました。このように、この景況は、皇帝の保護のもと、それから200年にわたって中国で多くの人々に信じられていました。これまで、漢文で書かれた景況の聖書や、教義の解説書が中国で何冊も見つかっています。大清景況流行中国碑には、皇帝が中国全土に景気を広め、繁栄し、すべての家庭に喜びがあったと記されています。しかし、9世紀半ばに新たに即位した皇帝は、道教に傾斜し、他の宗教を弾圧し、景気の寺院も破壊されてしまいました。ですから、日本と中国が盛んに遣唐使を通して交わりを持っていた7世紀、8世紀の中国の唐では、景教と呼ばれたキリスト教が全土で繁栄していた時期だったのです。9世紀の日本の古文書、新鮮正治録には次のように書かれています。第14代中愛天皇の第8年に、伊豆の国の高満王が日本の朝廷を公式訪問した。これは紀元500年頃になります。この湯月の国は、先ほどもお話したように、カザフスタン地域にあったキリスト教国です。また、日本書紀には、それから84年後、先の高満王の息子で、湯通王と呼ばれた湯月の君が、朝鮮を経由して、百済から1万以上の大集団を率いて、日本に渡来し、帰化したと記されています。この
一族の族長的立場であった旗の川勝が後に聖徳太子の側近となりました。また彼は日本の伝統文化である能楽の始祖として有名であります。これらのことは中国の歴史書やまた日本の史記にも記されています。これはザビエルが1549年にキリスト教を紹介する1000年近く前にすでにキリスト教が日本に伝わっていたということになります。それは中国に伝えられたキリスト教が景教と呼ばれる前のことでした。このことは少しこの講演会の初日に触れました。この日本に帰化した人々は旗師あるいは旗氏と呼ばれ、優れた旗織り技術、土木、酒造、金細工の技術を日本にもたらしました。そして彼らは西暦800年頃には17万人にも増え、当時の日本人口の 3% あるいは 4% を占める大集団となっていました。ここまでのことから、日本には約1500年以前より聖書の文化が色濃く伝わっていたことがわかります。続いて、漢字からわかる聖書の物語について見ていきたいと思います。先ほど中国で景教と呼ばれるキリスト教が200年ほど繁栄したということをお話ししました。実は古代中国においても聖書の影響があったと言われているものがあります。それは中国から日本に渡ってきた漢字であります。このような本があります。この本には漢字に示されている聖書の物語について書かれています。例えば、金という漢字があります。これは、木という漢字が2つと、示す線、示すという漢字で構成されています。この2つの木は、命の木と善悪を知る木を表しています。示すは神の省略文字であり、また神が示す、知らせるという意味があります。ですから、木足す木足す示すで金となるわけです。神が禁止事項を示された内容が金という漢字に現れていると言われています。2番目に、この船という漢字ですが、ノアの時代までこのような大きな船を人々は見たことがありませんでした。この船に乗ったのは8人です。ですから、8人、8と口が乗り込んだ船がこの船という文字になります。3番目に、まあもう一つ出しますと、義という漢字です。これは、我という字の上に羊が書かれています。羊と私。羊と私があって義という字になります。子羊の犠牲によって自分は義とされるとなるのであります。他にもたくさんの漢字が聖書の物語を表していますが、他に私が面白いと思ったのは肉という漢字です。これは狂変プラス人ともう一つ人があって肉という漢字になります。この狂変は境界線、境界を示しており、またお腹の様子を表しているわけです。そこに人が二人いるので、アダムの体の肋骨から神がエヴァを生まれさせた、そういうことを示していると考えられます。続いて、日本と聖書について見ていきたいと思います。古代ヘブライ語と日本語のカタカナが似ているということは有名であります。また、ユダヤ人の聖書と日本の神社の構造が似ていることもよく知られています。そして祈るユダヤ人と、また日本のこの山伏がそっくりの様子であることもとても興味深いことです。他にも契約の箱、
そしてお祭りで担がれる神輿もとても似ています。これらは間違いなく大昔どこかの地点で聖書の文化が日本にやってきたことを示しているのではないでしょうか。しかし多くの日本人たちはそれらについてあまり興味がないようです。ここで聖書の言葉を見たいと思いますが、使徒パウロはアテネに行った際このような経験をします。さてパウロはアテネで彼らを待っている間に市内に偶像がおびただしくあるのを見て心に憤りを感じた。そこで彼は街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。ギリシャのアテネは今日の日本と同じように多くの神々と偶像で溢れていました。パウロは憤りを感じて聖書の神をそこで説いたのでした。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立っていった。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気づいた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておられるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物と与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに掘り付けたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知な時代を、これまでは見過ごしにされていたが、今はどこに おる人でも、皆悔い改めなればならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くためにその日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわち、この方を死人の中から蘇らせ、その確証を全ての人に示されたので、当時のギリシャ文化と現代の日本とはとても似ていると思います。パウロはこう言います。一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に積まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。神は、1500年前にも、果たしを通して、聖書の神、ご自身を、この日本に表されました。日本文化の中でも、漢字や神社、様々な日本文化を通して、聖書の神を信じる信仰の、その足跡を残してくださいました。今も私たちが、熱心に求めさえすれば、神を見つけることができるのです。最後に、安土桃山時代から明治時代にかけて、聖書がいかに日本に大きな影響を与えたかを見たいと思います。皆さんは茶道をご存知だと思います。千利休が完成させた日本の代表的文化の一つです。日本ではこの茶道は仏教の強い影響があったと言われていますが、実際は違うようです。それは
千利休の皇帝である利休私鉄という7人の武士がいたことからわかります。高山右近、蒲生氏郷、瀬田家門、牧村兵部、細川孫斎、古田織部、柴山堅物。この中でも高山と蒲生はキリシタン大名で、瀬田と牧村はキリシタンであり、細川と古田は妻がキリシタンでした。日本文化の代表的な茶道の千利休の皇帝が7人中6人がキリシタンか、その庇護者であったのです。千利休がキリシタンになれなかったのは、妻が3人いたからで、カトリックでは禁じられていたからだと言われています。茶道をよく研究すると、聖書にあるキリスト教の信仰とその礼拝の姿があると言われています。また少し先に行って、明治時代に目を向け、名前を挙げると、大隈重信がいます。彼は1年で英語の聖書とアメリカ合衆国憲法を読破し、聖書から大きな影響を受けています。その後、この大隈重信は第17代日本国総理大臣となりました。また、軍人であり、優れた政治家であった西郷隆盛は、クリスチャンであって、自分の側近に聖書を配っていたという記録が残されています。また、日本を変えた政治家、坂本龍馬も、師である勝海舟からの影響を受けていました。また、龍馬の親族の多くがクリスチャンとなっています。勝海舟は、彼の三男がアメリカ人のクリスチャン女性クララと結婚して、キリスト教の影響を多く受けていました。また、勝海舟はサンフランシスコにいるとき、毎週教会の礼拝に参加していました。またそれと同時に、日本人で初めて外国の賛美歌を日本語に翻訳したとしても記録されています。この勝海舟が70歳の時、長男を失った際、伝道者ニーダムが駆けつけ、1時間ほど聖書の希望を彼に語りました。そして、海舟が、ひざまずいて祈りませんかと、このニーダムに言われ、すぐにひざまずいて共に祈ったということであります。祈った後、勝海舟は、涙で濡れた目でニーダム氏の手を握りしめ、人生で一番素晴らしい恵みの時でしたと、低い静かな声で感謝したのでした。勝海舟は77歳で亡くなりますが、病床の彼のもと、医師となったクララの兄ウィルスが訪ねました。後にクララが書いた手紙にはこう書かれていました。勝氏が亡くなる2週間ほど前だったと思います。愛のウィルスは、勝氏の口から直接、私はキリストを信じると、はっきりと聞いたと言います。それを知って私の心は歓喜に満たされました。日本の歴史を動かしてきた人々は、聖書の神とその御言葉に大きな影響を受けてきました。あなたはどうでしょうか？あなたは聖書の神、イエス・キリストを見つけられたでしょうか？聖書の神に対する信仰によって、あなたは素晴らしい人生を過ごしたいと思われないでしょうか？では、お祈りしたいと思います。天の優しい父なる神様、今日、あなたの素晴らしい福音が、アジア、そして日本へ力強く宣教されたことを学びました。どうぞ主よ、日本の人々が神様を探し求め、発見し、
主にあって喜びに満ち溢れますよう助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。